はい、こんばんは。サーバージュール10将軍でプレイしています、ハルポンです。今回はシーズンキューブ隊編成紹介なんですけど、今ね、バチバチ戦争をやってます。なので、実際に使用している編成の紹介に加えて、戦歴と、使用感話していきたいと思ってます。はい、で三星人バージョンということで、画面にね映っているように勘銀兵を使った三星人の編成になります。はい、じゃあね早速、部隊編成の内容から話していきたいと思います。はい、はい、部隊編成なんですけど、首相に勘銀兵、副将に大使寺加工園といった騎馬編成になってます。はい、戦場でね見かけたことある編成なんじゃないでしょうか。はい、で先方の方はですね、勘銀兵が、三星人で、敵機駆逐ですね。で兵法書は維持撃乱で、先制希望にしています。で大使時の先方はですね、防塁 C と、即上切りで、兵法書は維持撃乱先制妙算ですね。で、加工園の戦法は雷決戦で百鬼後衛で、兵法書は維持撃乱先制妙算といった形になります。はい、兵法書の方はですね3人とも、維持撃乱にしてて、で先制を入れてます。はい、相手後でねコンセプトでも話するんですけど、相手よりね先に、行動したいということで、先制入れてます。はい、で大使時とか加工園はね相手を最新状態にしたり、コロナ状態にしたりするので、妙算入れて相手のね統率とか下げようっていう、はい、狙いです。で勘銀兵の希望は、勘銀兵のね固有のダメージを少しでも増やそうという形で希望入れてます。妙算でもいいんですけどね。はい、勘銀兵の固有で強行状態だったら妙算でポイント下げるというのもありなんですけど、はい、希望にしてます。じゃあ、この編成の、コンセプト話していきます。はい、コンセプトなんですけど、1つ目はね銀兵三星人ということで勘銀兵の三星人編成になってます。で、2つ目、まずは敵機駆逐で先制を取るということで、敵機駆逐入れてね相手が例えば白馬義銃持ってて全員先行状態とか、光月鋭が入ってて全員先行状態とか、そういった部隊に対して、敵機駆逐で襲撃状態にして、こちらが先手を取ると。はい、で、仮にね相手も敵機駆逐を持ってる編成だとしても、こちらは維持撃乱兵法書のね維持撃乱で先制を入れてるので、はい相手より先に行動できるといった形になります。で3つ目、消耗古城のね発動確率が 76% ということで、三星人の効果によって勘銀兵の固有が 76% 状態になってます。なのでほぼほぼ、毎ターン発動できるといった形です。で4つ目ね、圧倒的な攻撃量で強行状態にするんですっていう書いてあるんですけど、消耗古城でね、相手にしっかり強行状態になる効果を付与して、加工園大使時の攻撃で相手をね強行状態にしていくと。で、強行以外のね制御状態も豊富ということで、大使時に入れてるボール石で相手を混乱状態にできますし、即上切りでね相手を最新状態にもできます。で加工園の、固有戦法で、相手首相に命中した時にねしっかり最新状態にできるということで、はい、強行以外の制御状態にできる、戦法も豊富ですよっていう形ですね。はい、コンセプトはこんな感じです。じゃあ早速ね、戦歴の方を、見せてから使用感話して最後にポイント話して終わりにしたいと思います。じゃあ戦歴の方を見ていきます。はい、戦歴なんですけど直近のね、勝ってる
編成と負けてる編成持ってきました。今画面に映ってる4つの編成は、勝ってる編成になってます。勝利した部隊ですね。はい、左上からの食器場、スタダーからよく見られる編成になりますね。僕の4つ前ぐらいの動画で、ランキング序盤の戦場でよく見かける部隊ランキング3位に入った食器場ですね。はい、まあその部隊に対してもねしっかり勝てます。で右上キリン級、はい、キリン級ちょっと赤さが少ないんですけど、あのキリン級に対してはね強いですね。この編成は相手を、強行状態だったり最新状態にして、砲塔とか、脅威に何もさせないっていうのが、しっかりできます。で左下軍級ですね。これもちょっと、まあ、ギリギリの戦いなんですけど、まあ、しっかり勝てていると。はい、で右下は別の軍級ですね。炎術、旅霊機、高村さんっていったね白馬の、軍級ですね。はい、まあ、相手先行状態なんですけど敵駆使使ってるので相手よりね先に行動してしっかり相手に強行状態にしたり最新状態にしたりっていうのができてました。はい、じゃあ次ね、また別の戦歴見せていきたいと思います。はい、左上が対盾、これも勝ってる、戦歴で、右上劇場ですね。はい、行き場に対して本当にコンセプト通りで相手よりね敵機駆使で先に行動してしっかり相手を強行状態にして、打ち勝っていくっていうのができてました。で左下と右下古神級、別の古神級なんですけど、あ別の手が、相手が別なんですけど古神級にはね本当に弱いんですよ。あの古神級って一気昇天入ってるんで耐震時と加工炎がね、一気昇天で通常攻撃できなくなっちゃうと、もうほぼほぼアウトで、はい、後で使用感でも話すんですけど、一気昇天持ってる部隊は、避けないと勝てないって感じですね。はい。じゃあ、使用感の方を話していきます。はい、使用感なんですけど、まあ使ってる印象としてはそこそこ強いって感じですね。圧倒的強さはないんですけど、そこそこ強い。で2番にも書いてあるんですけど、息昇天持ってる部隊以外となら十分戦えるというところで、まあ相手をですねしっかり見極めればこの編成は、しっかり、勝ってくれます。はい、で3つ目特に天候盾に強いということで、あの戦歴にはねちょっと直近の戦歴しか持ってこれなかったんで天候盾と戦ってる戦歴がちょっと流れちゃって見えなかったんですけど、あの天候盾にマジ強いですね。はい、まああの天候盾って聴覚の、固有頼みなんですよね。あの火力が固有とあとは活目相対とかなんですけど、まあ固有止めてしまえばね、まあ、天候盾で正直何もできないんですよね。でこの編成は、相手を強行状態にしたり最新状態にするっていう、制御状態をかけれる戦法が、豊富なんで、あの聴覚に対して強行状態にしたり最新状態にしたりで、まあ、何もさせないで勝つっていうのがめちゃくちゃあります。で自分自身も天候盾で使ってるんですけどこの編成には、全く勝てないですね。はい、全く勝てなくて最初ねカモられた時が多々ありました。はい、なのでこの編成はね特に天候盾に強くてすごいいいですね。で4つ目は、コスト17なんでスタダ編成から移行しやすいんですよね。あの最初の光月へ加工園耐震時のスタダ編成とか勘銀兵、加工園のスタダ編成とかねそういったのから移行しやすくて、はい、かなりいいです。はい、じゃあ最後ね、ポイント話して終わりにしたいと思います。はい、最後ポイントなんですけど、
まあ、必ずね勘銀兵を先に行動させてくださいということで、まあ、勘銀兵使う編成だったら必ず勘銀兵を先に行動させるっていうのが鉄則になるんですけど、はい、この編成も同じです。で、234はまあ一緒で、勘銀兵とか対峙時加工炎はまあ武力とあとは速度調整して、まあ、相手のね似たような編成とか騎馬編成より早く動けるようにねしたいのだったら速度をねなるべく入れてっていう感じですね。はい、自分自身はね結構速度振ってます。あの勘銀兵とか対峙時は全然赤くないんですけど、まあ、その分ね相手に打ち勝ちたいので速度でちょっと速度多めに振ってます。はい、まあ、そんな感じで勘銀兵三星人の編成紹介を終わりたいと思います。じゃあね、興味がある方はぜひ使ってみてください。はい、じゃあ終わりたいと思います。バイバーイ。